い、6時です。おはようございます。おはようございます。黒おはようございます。白おはようございます。おはようございました。ようちゃんおはようございます。おはようございます。おやすみなさい。今日明日で寝るデーでしたね。うん、と言って今の上で寝てる。ヒロンとコロンも布団大好き。そう、すごいテンション。布団だし、すごいテンション。すごい走り回ってたよね、昨日。やっぱ嬉しいのかな。ヒロン、ヒロン、明日の夜が台風来るから、2階だと怖くて眠れなそうだ。今日の夜がやばい？明日の夜。明日の夜か。うん。あれ？レミさんがコロンになっちゃった。そうよ。コロンですか、ご飯食べるのは。そうだよ、2人で学校行くの。コロンになっちゃったね。コロン、ご飯食べんの。コロン何って顔してるけど。リーミー、リーミー起きて。ご飯食べないと。コロンが食べちゃうの。見て、今日のリクエストで牛乳飲むのいいですよ。せーの、いいよ。ドライヤーしなかったっけ。あ、ずれちゃった。いただきます。おいしいもんね。うん、はい、今日は金曜日だね。うん、金曜日って何気に疲れる。疲れるね。もう疲れてる。だよね。朝から疲れるよね、金曜日ってね。やっぱ1週間ね、月曜から始まって最後の日って嬉しい反面ね、疲れるよね。気合だよね、金曜日はね。明日から休みだから頑張ろうというね。まあ今週はちょっとね、やばいね、台風が来てて心配だけど、なんでいつも週末なんだろうね。うん、学校は休みにならないと思いますけどね。3連休だもん、ちょうどねえ。3連休の時に来ちゃったらもうみんなどこにも行けないね。せっかくの休みの日、学校。そうそうそう、そうだよね。まあね、でも被害がね、少ないといいね。めっちゃすごいでっかいさ、台風っぽいからさ、怖いけどね。とりあえず食べましょう。うん、ございました。最近ね、言葉をね、
日本語じゃなくするのが流行ってる自分の。日本語じゃなくするってどういうこと、うん、おはようございましたっていう。何それそんなの流行らせなくていいんじゃない。ちゃんとした日本語喋んないとダメだよ。おはようございましたって、これ鏡？え、カメラを鏡代わりにしてる。カメラを鏡代わりにする。シオもたまにしてる。ミラーってアプリ使えないからさ。あ、そっか。ママの携帯、あ、スマホミラー入ってるよ。そうなの？うん。どう、リミちゃん、前髪治った？全然治んない。ここが、ごめん、ここが。今日寝癖がすごい寝るのね。でも治ってきたね。リミでもね、もともとめっちゃストレートだから、ちょっとこう濡らしとけば治る。オッケー。これで治ると思う。あ、治ったんじゃない？うん。大丈夫だね。これで乾かせば。うん。何？どうしたの？あ、これね、これインスタであげたんだ。リミちゃんがキュウリ切ってる。ね。いつの間にリミのこれ。みんなキラキラしてる。スノーのさ、キラキラのやつ使った。なにこれ、うん、塗ってるチョコよ、なにこれ。ね、これどれ、なになにこれ。どれ、あ、これコロンとさ、リミがさ、寝てたの。そうなの、ね、だから撮ったの。コロンもなんか寝てたんだよ、ほら。へぇ、知らんかった。コロンも寝ちゃって、一緒に寝てたから可愛いかなと思って撮った。です。知らなかった3D だ。